皆さんこんにちは、ミンヒョウです。今日からスタートしました CRI の新番組中国ミュージックマガジン。毎回のこの時間は中華圏の最新音楽をたっぷりとお届けします。それでは早速今週の1曲、大陸出身の新人歌手リー・チェンチンのメジャーデビューシングル「ソンソンインアフラッシュ」。他往事如宝，我失色青春的惶恐，现在才知道。リー・チェンチンは広西チワン族自治区出身の37歳。7歳の頃からバイオリンを習い音楽活動を始めました。2005年のオーディションをきっかけに、その才能が中華圏音楽シーンの大御所ジョナサン・リーに絶賛され、事務所に所属後作詞作曲などに専念してきました。これまでアスカ・ヤンやビクター・ウォン、ジャン・メイチーなどの人気歌手に曲を提供し、数々のヒットも飛ばしています。もちろんリー・ジェンチンは歌手としても活動しています。今までも大物歌手のコンサートでコーラスなどに参加していましたが、ついに昨年末、今日ご紹介するこの曲「ソンソンインアフラッシュ」で鮮烈なメジャーデビューを果たしました。昨年11月にジョナサン・リーの北京ライブにリー・ジェンチンはゲストとして出演し、この曲を初披露して大きな話題を呼びました。その情感あふれる歌詞につい涙してしまう人も多いでしょう。それではどうぞ。分租房每月300，紧挨着烟囱，水里香的行李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很窘，他都能从容。只是有次年前残模给收了，急得要发疯。银楼照例在老家的对象，名字叫芙蓉。就算婉转地说，长得也勉强，只能算普通。我有几次交不出房钱，他都肯通融。只是他说，小子，你给我去算算，每周有几个窟窿。那些褪色青春梦，普通的不能再普通，你肯定懂。青春记忆熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。路的尽头的少年宫，不自沉默在风中，无言相送。那一年一首远方的歌，说什么往事如风。他往事如风，我失色青春的惶恐，现在才知道回忆是心虫，光让人痒痒不让碰。明白了现实里没有人是孙悟空，课堂老师忘了教八面玲珑。お送りしたのはリー・チェンチンのソンソンインアフラッシュ。続いては中華圏アーティストの最新アルバムをご紹介する今週の一枚です。今日のおすすめは人気女性シンガーティエン・フージェンの最新アルバム、ミャオシャインシグニフィカンスです。梦还多，你就不要相信我。
これまで発売した2枚のソロアルバムの記録的なヒットで、彼女はもはやアイドルという存在を大きく超えて個性派シンガーの仲間入りを図ろうとしていて、台湾の歌姫ジョリン・ツァイやレイニー・ヤン、エルバ・シャオなどをしのぐ人気ぶりです。また今回のニューアルバムのために極寒のアイスランドでタイトルトラックのミュージックビデオ撮影を行いました。撮影が行われたのはアイスランド最大のバトナヨークルト氷河。極寒の中、薄い衣装で耐えましたが、体が氷の棒になったようだったと過酷な撮影を語りました。センチメンタルで哲学的なナンバーはこの冬にぴったりの一曲ではないでしょうか。どうぞ。CRI の新番組中国ミュージックマガジン、いかがでしたか？そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールでお送りください。お相手はミンヒョウでした。また次回、再见。